しかしてオンなってない。言ってるよ、なってるよ。あ、なんちゃって。はい、お疲れ様です。え、あぶね。お疲れ様です。あ、見えてるかな、私頭が見えておりますか。あ、大丈夫です。あげる。あ、大丈夫です。このぐらいで十分です。あ、OK、No problem です。なぜなら、後で剃るからね。はい。はい、どうも、こんばんは。すごい久しぶりじゃないですか、うん、すごい久しぶりだと思います。そうだね、やっぱり、インターテイナーの家庭ですから、誰かが一人ね、ずっといないと、やっぱりお家のことでね、もう全然いろいろ間に合わないから、まあ、ちょっとお休みしました、7月は。で、8月はね、今日、久々にやります。ダンスホールビーってすごいことだったけど、後ろが。イエーイ。そうですね。はーい、ちょっとワームアップします。ワームアップ。はい、皆さん、ようこそダンスホールフィットネスへ。はい、今日の T シャツなんですけれども、今日の T シャツなんか毎回紹介してるみたいな感じじゃん。すいません。ね、ちょっとこの T シャツなんですけれどもね、このブリーススタジオの、そうです、発表会、このそうですね、いつだったかな、4月そのあたりかな、そう、発表会焼津文化センターで、そうやりました。その T シャツなんですけれども、ブリーズスタジオで、そのブリーズスタジオなんですけれども、ヨガとか、あといろんなダンスがありまして、そうで、焼津のね、やっぱりこう盛り上げてる荒沙さんもね、すごい、いろんな自分のスタジオのダンサーたちを、いろんなイベント、これからね、ブリーズアラサーというの方フォローしていたら、多分いろんな猫口があるので、すごい面白いなと思って、ダンスいっぱいだなと思って、今年はやっぱりね、お祭りもできたし、ちょっと自由聞きましたね、今年は。そう、ノーリミットでしたね。そうなので、皆さん、いろんな、やりたい、今までやりたかったこととか、行きたかったところね、行きましたね。で、その、まあ、なんていう、野外の、イベントとかもいろいろできました。できてるし、そこでね、ダンサーも、なんていう、できるよ、ショーできるようになったから、すごい、ポジティブなことだなと思いましたね。そう、だから、そう、ブリーズスタジオ、そこでね、私も、レッスンやってるんですよ。ギャルバイブスっていうレッスンで、ビギナーズクラスですね。なんていうの、ジャンル的にはレゲエダンスホールっていうジャンルなんですけれども、まあ、いろいろね、曲使って、こう、自分の体、このビートの遊び方ですかね、見せ方。それをちょっと生徒たちに教えてるんですけど、まだ少ないんですけどね、生徒たちがね、やっぱりこう、レゲエダンスって、って、すごいセクシーじゃないとか言われるんだけど、いや、もちろん、セクシーは大切ですよ。いつまでも。ね。セクシーという、でいたい気持ちはとても大事なので。あと、やっぱり腰をね、そう、ダンスフィットネスもそうなんですけれども、腰はね、この回すことって、すごい大事なんですよ、実は。本当に。まあ、激しく回したら、ちょっと、えらいこっちゃだけど、ちょっとしたね、この、ワームアップ的な、この回し方はとても大事だと思いますよ。イェーイ。はい。そう、そこでギャルバイブス、月2回やってます。はい、そう、第2、第4の土曜日なんですけれども、まあ、スケジュールによって変わったりしますが、よかったら私のインスタグラムをフォローお願いします。ファティマリアです。イェイイェイイェイ。はい、で、ということで、そう、グッドニュースなんですけれども、そうですね、お祭り、ごめんなさい、多分もうお祭りか、またって感じで、焼津のね、祭り、なんか、やっぱり4年ぶりだったので、4年ぶりだったのでね、すごいなんか嬉しくて、やっぱり、いや、祭りいいな。ね、そうですよね、皆さん。なんか、そうなんですけど、神社の前で、この屋台が並んでて、すごいこう、暑いんですけれども、もちろん今年はすごい暑いですよね。暑かったけど、でもなんかその屋台がこうね、こう並んでて、もう、こう、活気があったっていうか、もう人もいっぱいいる。祭りといえば、懐かしい笑顔に会える。あと、新しい出会いも、できるし、すごいお祭りって、やっぱりこう、コミュニティが、こう、一緒になって、こうね、いろんな出会いや、いろんな懐かしい笑顔とかね、そう、
こうコミュニケーションを、そう、そこでちょっと単語を出しますが、英語でコミュニケーションね、この前やないでこう英会話教室やればいいじゃん、フェイズ TV で。ここでOne lesson. Communication. Communication. Communicate. Communication. そうですね。そうです。あの、いろんな人とリンクして、そう、楽しい会話ができるように、そういうコミュニティ、お祭りはとても大切だと思います。文化ですね。うん。あの、海外だったら、フェスティバルって言うんですね。あの、海外、あの、自分がす、あの、それで7年間住んでたフィリピン、マニラなんですけれども、やっぱりその、フィリピンは、religion。はい、ポイント、レッスン 2! religion ですね。宗教、そう、宗教ですね。religion。religion。religion。yes。はい。そこでね、あの、宗教ってですね、あの、すごい、あの、リリージュンが、こう、カソリック、あ、じゃクリスチャンの、クリスチャンの国なので、その、教会の、おま、フェスティバルがあるんですよ。例えば、誰々かの、あの、セイントって言うんですけれども、そこで、こう、あの、お祭りするとかね、いろいろあるんですよ。で、あの、ミンダナオ島の方は、やっぱり、あの、ちょっと、離れたジャングルの、すごいジャングルがすごい場所なんですよね。ルゾン、マニラですね。で、ミンダナオ、ルゾン、ビサイアス、ミンダナオ。そう、ミンダナオ。ここのね、この下に、そう、そうなの。その下にね、ジャングルが多いから、民族の方がいっぱいいて、民族に関係するフェスティバルもあるんですよ。もちろん同じですよ。焼津祭りと、いろんな祭りがあると思うんですけど、まず、あの、食べ物、屋台とかいっぱい、ダンスもいっぱい、もう、騒ぎ放題。ですね、そうで、でもね、すごいなんかいろいろ、あ、フェスティバルって祭りってとても大事だなと思ってね、今度ダンスフェスティバルのね、これから秋とかいろいろあるじゃないですか。ぜひぜひいろんなところで焼津のね、面白いところをチェックしてみていかがですか。はい、よし、じゃあ、あの、ダンスの日って久々だから、何をやろうかなって何も考えてません、今日は。はい、なので、まず、いつもの軽いワームアップしましょう。はい、まず音楽なしで、まず腕を回します。腕を回しましょう。うん、そうです、そうです。で、今度逆回して、インだね、イン、さっきアウトだったから、ここでイン、そうです。はい、今度この肩ですね、この肩を後ろへ、はい、後ろへ、そうです、 to the back ですね。はい。to the back. Lesson 3! to the back. ちょっと言葉になってますけど、単語じゃなくて、to the back. で、Lesson 4! to the front. to the front. はい、最後の Lesson 5! shoulders ね。roll your shoulders. そうです。すごい難しいです。R, L, あるから、すごい難しいですよね。そう。roll.roll ね、roll. your, ここも r 最後に、よ、よのよ、で、r, your shoulders. これもすごい難しい。l と d があるから、ld があるから、ld があるから、shoulder. はい。はい。なので、roll your shoulders to the back. もう単語になってましたよ、今。単語というか、it's a communication ですね。to the front ですね。はい。オッケー、はい、深呼吸しましょう。深呼吸、はい、はい、今度リーチですね。はい、伸ばします。軽くでいいです。はい、多分この時間帯夕飯食べてる人が多いかな。そう、まあね、まあ、なので軽くでいいです。イエッサー、イエッサー、はい、最後、いやいや、オッケー、こう肩がちょっと来てるな。はい、今度上半身のストレッチですね。はい。まず、チェックワン、ツー。はい。こうですね。これが腰ですね。はい。膝が見えないから、膝をまっすぐにします。ピーンとします。そして、このお尻から、この太もも裏のストレッチします。で、膝をタッチ。これだけです。で、胸を出す。はい。足首をね、触る必要ありません。膝でタッチ。だけど、ここちゃんと伸ばす。大丈夫ですか？今度、はい、いきますよ。
膝をちょっとだけ曲げる。はい。そこでロールアップです。ロールアップっていうのはへそ見ながらゆっくりゆっくりアップ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 。背骨のストレッチですね。はい、いきます。もう一度です。同じことです。はい。膝はまっすぐで、はい。胸を開きながら、はい。お辞儀します。はい、手はさ、手は、膝の上に、はい、ストレッチ、太ももら、ストレッチしましょう。はい、ストレッチしたら今度曲げる。軽くですね。はい、胸から、はい、ロールアップ、へそを見て、へそを見てゆっくり起き上がる感じですね。ああ、イエス。来ますね。そうなんですよ。うん。で、軽くですね、このヒップを横横です。横、横、そうです。横、横です。ナイス、ナイス、そうです。膝のウォームアップにもなりますね。はい。そうです。今度、こう、膝を曲げる。はい、伸ばす。曲げる。伸ばす。軽いスクワットみたいな。グーンとかじゃなくて、軽くでいいです。はい、もちろん足を開いてね。肩幅に開きましょう。えらいっていう感じの、やばい、つまらない。えらいっていう感じの、D です。はい。はい。OK。回します。後ろの方へ。はい。で、軽く、ワームアップができました。ちょっと今、なんか緩いな、今日、口が。そう。で、ちょっと、動きを。誰もつって水飲んでます。はい、なぜなら暑いです。今日めちゃめちゃ暑くなかったですか？今日暑い暑い、なんか暑かった。今日は熱中症に注意してね。で、今ねやっぱり体調も崩してる方もいますんで、風邪とかひいたりする人いますんで、まあこれはしょうがないですね。免疫が弱ったことでね、しょうがないです。気をつけて、まず水をたくさん飲みましょうね。はい、OK。 じゃあ曲、これからダンスオールフィットネスというか、その3ムーブスですね。毎回なんですけれども、3つの動きをやります。その3つの動きをつなげて1つのコールようにしますんです。それを曲に合わせて踊ります。はい、まず、軽く音だけ出そうかな。あれあれします、今日。あ、それでいい。そう、これでいこうかな。あ、そう、普段いつも同じ CD とばっかだからたまには違う曲で。はい、ちょっと待って、こんな感じ、ちょっとバックな感じの、ちょっと音があるんですけどね。今度スピーカー持ってきます。はい、はい、まず最初の動きなんですけれども、簡単です。この腕を上で下ろすだけです。ワン、ツー、そして3, 4, 5, 6, 7, 8 です。そう、これが first move です。はい、first move、open up、下ろして、で、どっちからでもいいです。左でも右からでも構いません。自分が行きやすいように。これはね、すごいね、意外と大変なんですよ。これはポイントなんですけど、肘から持っていく感じですね。肘から、で、体、上半身をちょっと動かしてもいいです。はい、じゃあもう一回いきます。はい、ツー。and drop. and one, two, three, four, five, six, seven, eight です。ちょっと多めにやりましたね。はい、OK ですか？今のが first move です。second move いきますね。セカンドムーブ、これが終わったら、ね、いいですか？この、なんていうかな、アークルって言うんですけれども、ダンスホールのニューダンスっていうのかな、アークル。アークル、この腕を、そう、今日腕を使います。なんか、こうして、こう。上、あ、下から、上で、ポーズ。そうです。で、こっちに向く。こっちに向くって感じですね。上、あ、下からですね。下から上、見上げる感じで、で、ストップ。
あの、まあ、ポーズなんですけど、ワン、ツーで、この時に、つま先、あの、ヒール履いてるように、つま先アップになります。つま先、かかと、ごめんなさい。つま先アップじゃなくて、かかとアップ。すごいことやってる、はーいって感じです。失礼いたしました。やばい、ボケボケだ。そう、かかとアップ。そう、久々にヒール入ってないからね。かかとアップですね。そう。はい。なので、こういうかかとアップで軽く、なんかパンプス入ってる感じで。はい、今度、反対も同じです。はい、あーくる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 。そうです。で、今度、三つ目の動き。こうだけです。Hello! って感じですね。で、そこに、こうするときは、この開くときは、腰で、うん持っていく感じで、はいで、クローズのときは、戻る。はいクローズのときは戻る。いいですか？見えてますかね？この腰でございますよ。はい、オープンするときに、M1、M2、M1、M2 でございます。はい、そうです。いいですか？覚えてますか？動き覚えてますか？はい、まずファーストムーブですね。なんだっけ？ OK。ファーストムーブは、はい、こうして、うん、and 1、2、3、4 ですね。で、セカンドムーブ、アークル、1、2、3、4そしてですね、最後に、前、後ろ。前、後ろ。OK! いい感じですね。どうでしょう？どうするでしょうか？そうだね。これ、アークルの時は、ちょっと軽くウェーブですね。軽くウェーブ。でも、こういうウェーブじゃなくて、軽くウェーブで、はい。はいですね。はい。はい。ね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8になります。はい。では、音に合わせて、全部やりましょう。はい。音聞こえるかな？やっぱりスピーカーあった方がいいですよね。今度スピーカー持ってきます、Bluetooth スピーカー。ね、ああ、そうだ、そうだ。ちょっとね、入るよね。じゃあ、失礼。ありがとうございます。すいません。ごめんなさい。今度、これから、わかった。こういう風にやればいいですね。あとスピーカーがあればいいんですよね。Yeah.
1曲分ですねっていう感じです。ダンスホールフィットネスは、まあ、15分間ね、いつも焼津 TV は15分間なんですけれども、はい、ありがとうございます。15分間ね、やりましたそうです、もう夏休み、キッズたちの夏休みはもうすぐ終わりますね。ね、お母さんたちはダブルタイム のワークだから大変ですよね。うん、ステイホームのママたちは子供に 100% の、ね、時間を与えるからすごい大変だと思います。ご苦労様です。はい、そしてワーキングマム、ね、働いてるお母さんたちはね、すごいダブルタイムですね。大変ですね。あと、やっぱり今、夏風邪ちょっと流行ってたので、ね、流行ってるかな。そう、そう、それもね、今日、大変ですよね。まあ、水分をたくさん飲んで、しっかり、早寝、早起きって感じですかね。そう。あと、栄養たっぷりのね、いや、夏に、この暑さに負けないような、そうだね、食べ物を食べて、私も含めて、いろいろ気をつけないと、ちょっとね、最近なんか、暑すぎるから、本当に簡単なものばっかりしか、食べてないから良くないですね。そう。はい。それも、食べ物も気をつけましょう。はい。ですね、来月は、予定通りでしょうか、マギさん。予定通りです。ですかね。はい。そう、多分2回やりますね、来月は。うん。そう、same time, same place, same YouTube streaming, live streaming, YAIZ TV です。はい。もう一度はですね、ギャルバイブスクラスもやってますんで、もちろんダンスフィットネスそこでやってます。で、もし、いや、もっと長くやってって、そういうリクエストがあったら、全然ね、場所があれば、声かけてくれれば、全然やります。ダンスフィットネスは。ね、そう、全然いいです。マネもハートマネでいいので、そうです。全然何も気にせずに、一緒に、楽しみましょう。はい。ダンスオフィットネス。ここはちょっと今自分の PR ですけどね。プロモーション的なことでした。はい。なので皆さんよく水分飲んで、Life is water。そう。今日のイングリッシュは、コミュニケーションでしたね。Religion。ね。Roll to the back。Roll to the front。Roll your shoulders。でしたね。もう一回いきますよ。コミュニケーション。Religion。Okay。To the back。To the back。To the front。To the front。Yes。Roll your shoulders。Roll your shoulders。Okay。そう、これ難しいんですよね。でも難しいのもチャレンジするのもすごい大切だと思います。そう、ダンスオフィットネス with ファティマリア、そしてちょっとした英会話、もうこれからやっていこうかな。うん。よかったらまた見てね。はい。じゃあ、ではまた来月、また来週じゃないけど、ありがとうございました。ポン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 。ありがとうございました。OK、 ありがとうございます。